かやべんです。今日は秋田県秋田市の県産地になります。こちらの方ね、ラーメンのスタンプラリー、街頭の、店舗ですのでね、この後ちょっと行ってみようと思っております。はい、来ました。こちらの方はバゼそばの2ですね。ニンニク入りにしています。でこちらをね、バゲで食べてで少なくなったらお召しは無料ですね。こちらの方も、ついております。カウンターなのでね、こんなところで、食べていこうと思います。はい、いただいてまいりました。うん、相変わらず美味しかったですね。去年とかだと夏でもね、ずらーっと並んでいるお店なんですけど、さすがにやっぱりまだね、コロナの影響もあるのか、まあ、店内はね、満席に賑わってるんですけれどもね、やはりこの人気店でもまだまだね、コロナの影響を受けてるんだなというふうにはちょっと思いました。で、煮干しそばの方を本館で揚げましたけれどもね、こちらの油そば、もう絶品で、パンチは非常にある味なんだけど、しつこくない。油がベタベタしすぎてないし、化学調味料でね、強い刺激っていうのを与えているようなタイプのものとは全く一線を画した油そばなのでね、プレーンにパンチがある味を食べられるって形で、結構女性客も多いんですよね、実はね。うん、美味しかったです。またね、ちょっといろいろ豚そばとかもあるみたいなのでね、来たと思っております。以上でした。ごちそうさまでした。アベンでした。ご視聴ありがとうございました。